F. マリアット・フレデリック・マリアットは、イギリスの海軍士官、作家、編集者、ロンドンに生まれる。ナポレオン戦争竹縄の1806年に、士官候補生として、英国海軍入り士官庁まで昇進した。1830年に軍を実施作家、編集者として、文筆活動に専念した。作家としては、主に海洋冒険小説、児童文学を執筆し、 編集者としては、メトロポリタン紙の編集に携わった。最初の上官は、ホーンブロワーのモデルの一人とされるトマスコ・コクラン教が指揮するフリーゲート艦インペリウスである。マリアットは、我が身の危険を顧みずしばしば人命救助を行い、表彰されたことがあるほか、ナポレオンが遊兵されたセントヘレナ島警備艦隊に配属され指揮の 死球砲を運ぶ感染の指揮を取ったことなどでも有名である。またかつての敵国フランスより、昇仙信号普及の功績により、レジョンド・ヌール勲章を授与されてもいる。作家としては多作であり多くの作品を発表した。しかし翻訳されているものは、ごくわずかである。作品の評価は、実体験に基づいた他に類を見ない白身の描写、といった惨事も、ある反面、上長。 ご都合主義などといった批判も存在している。ありがとうございます。